口而出了。三国我姓刘明备，字玄德，虽然立志结束战乱，但是我无才无力，所以才在叹气。拜托了，応援決議をやっていきたいと思います。一番最初のやつですね。很好。抱歉啊。一応漢字が出てくるので。什么？中国語音声でやってみてるんですが。对不住啊。出发。結構字幕と違って意訳っぽいですね。操作方法がわからないので、まず操作方法を確認します。ちょっと思ったところに行かない感じですね。ちょっとわからないので飛ばしてみてください。あ、わかりました。こうやって英傑伝の中には目的が、目標が設定されているわけですね。それの通りにやっていくとクリアできるということですね。ちょっとマップをいろいろいじってみましたが、あんまり操作性は良くないですね。パソコン版の方が多分やりやすいんじゃないかなと思います。ここは龍炎の土地なんですね。抱歉。哦，是你呀。听俺说几句。好的。
回はこの相関図というのに結構力を入れてるみたいです。すいません、操作がちょっとわからないので。打扰了，你来的正好。看我摸，那就听听你的看法吧。ぐらいだと思うんですけども、大概有些困难吧。貫禄がありません。感谢。你有时间吧？什么？なんでただの在野なのに政治家みたいなセリフを吐いてるんですかね。ちょっと操作方法の見直しました。走吧。家臣と黄金軍が栄えてるみたいですね。空白地が多いのが気になります。実際の中国ではどうだったんでしょうかね。ちょっと高いですよ。走吧。是你呀，听俺说几句。中国語は全然わからないんですけど、英語なら少しわかるんですけど、中国語は全然わからないですね。真是对不住。你来的正好。没关系。不可能，有道理，哼，居然背弃正义。你有时间吧？请听我刘玄德一言。什么？行了，先听俺说。为了终结乱世，我必竭尽绵薄之力。本当に在野なのに
自信家ですね。怎么会？那就听听你的看法吧。嗯。一切都为了天下万民。ただの農民が。我发誓要永远效忠。かけるんですかね。你，俺燕人张翼德要追随你。感谢。正巧我家后院桃园中的桃花开得正盛。去。刘备、关羽、张飞，我等在此义结金兰，立誓拯救汉室，安抚百姓。我们三人不求同年同月生，只愿同年同月死。皇天厚土，请见证我们的誓言吧。この三人の使いが蜀の国を建てるまで続くのですごいですね。劉備が五穴獲得しちゃったんですけどいいんですかね。就这样，三位豪杰在幽州相聚，与桃园举酒结义，立誓结束战乱。在群雄割据的时代即将到来之际，他们向着理想迈出了第一步。あ、これで終わりですね。大したこと何もしなかったんですけど、もう終わりました。ということで、ありがとうございました。